はい、どうもこんばんは、ゆきです。今日は面白いエフェクターを手に入れたので簡単に紹介していこうかなと思います。早速いきましょう。こちらですね、ストライモンのフリントです。さあ、座線に開けていきましょう。いろいろ入ってます。よいしょ、じゃじゃーん。めっちゃかっこいいですね、ストライモンのフリント。これはね、 YouTuber のね、副島俊樹さんがですねレビューされてましてね、いやこれは素晴らしいなと思って手に入れたものですね。何かというとリバーブなんですけど、リバーブとこっちがリバーブとこっちがトレモロですね。トレモロの、2in1、2個1になったペダルですね。面白いですよね、なかなか。リバーブとトレモロってなんか。で、結構サウンド的にはそのヴィンテージ志向のサウンドっぽいですね。で、ストライモンといえばね、忘れてはいけない、僕の大好きなブルースカイのね、存在がすごい強いと思うんですけど、こいつが何かというとですね、これもリバーブですね。こっちがヴィンテージ志向なら、こっちはね、もっとモダンな感じですね。今っぽい感じですね。割とこのハイが強くて明るい音な印象ですね。で、シマが特徴ですね。すごい幻想的な音も作れる素晴らしいリバーブなんですが。なので、ね、これはもうちょっとね、変わった思考でね、このヴィンテージっぽいサウンドと、で、トレモロのツインワンということで、楽しみですね。どんな感じでしょうか。細かな音はね、副島さんの動画でめちゃくちゃ詳しく解説されてたんで、それも見るといいんじゃないかなと思います。動画のリンクはね、概要欄に貼ってますんで、よかったらご覧いただければと思います。いきましょう。端子関係はこんな感じですね。インプットがモノラルですね。モノラルインでインプットが1つとで、エクスプレッションペダルがつけれるのかな、まあ、ストライモンのいつものステレオアウトですね。 LR がありますという感じで、音を見ていきたいと思います。こんな感じでね、なんか見た目もかっこいいですよね。このつまみのこの感じもいいですよね。そのヴィンテージ志向のデザインというか、なんというかかっこいいです。さあさあ行きましょうか。ギターは ES335、 アンプが DHR10 ですね。ノーマルの方です。のリファーブ16です。あ、なんかスプリングっぽい感じですね。なるほど。で、17です。これもちょっと現代っぽくなりましたね。あ、ミックスはやっぱりあれですね、エフェクト音と弦音の、マックスにすると弦音なくなってエフェクト音だけが残る感じですね。さりげなく残す感じがいいのかな。で、ディケイはその残響の長さですね、ちょっとすごい残るし残らない。このスプリングめっちゃいいですね。いいですね、音めっちゃいいですね。古めかしい感じというか好きですね。でこっちがトレモロですね。やっぱね、トレモロってあんまりこうトレモロ単体でのエフェクターって所有したことないんで、なんかすごいおトレモロだって感じで、めっちゃ楽しいですね。リバーブと合わせると、これもインテンシティと、これ強さかな、強さっぽいですね。インテンシティとスピード、上げるとこんな感じですね。で、下げると多分幅が広くなるんじゃないかな。この波の幅が広くなりますね。これもでもパターンがあるんですね。あ、なるほど。こちらがもっと主
潮が強いとかビヨヨヨヨヨヨヨンって感じだね。真ん中が好きかな。スピード落としてインテンシティはちょっと弱くして、こんな感じかな。こんな感じが好きですね。でフロントにしてちょっとトーンを落として、あーいいね、こんぐらいが好きですね。みたいな。あ、いいな、これめっちゃいいじゃない。めっちゃいいですね。もっこりした音が僕は好きですね。いいな。最高。さあさあ、いかがだったでしょうか。ね、ちょっとだけニュルッと弾いてみましたけど、いいですよね、これめっちゃね、使ってる335とかでもめっちゃ相性がいいかなと思いました。こいつとやっぱ全然雰囲気が違いますね。こいつもね、めっちゃいいんですよ。もっとハイパイな感じがするんですけど、それもかなり微調整ができるんで、すごくいいんですが、個人的に、好み的に言うとね、この感じはめっちゃ好きですね。これめっちゃ好き。ストライモンは素晴らしいですね。テープエコーを再現したエルキャピとかもあるじゃないですか。あれもね、すごく気になってて、なんかまあ、機会があれば手に入れてみたいなとは思います。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。ストライモンのリバーブ、そしてトレモロの2 in 1ペダルでした。多分ね、本当に細かい設定もいろいろできると思うし、ね、もちろんステレオアウトもついてるし、本当にいろんなことがこれでできるかなと思いました。ステージサウンド好きだったりね、古めかしい感じだったり、スプリングリバーブが好きって方にはね、必見ですね。アンプのリバーブだとどうしても細かい設定ができなかったりするじゃないですか。それをこいつで作ってやるっていうのもね、非常にいいかなと思いました。というわけで今日はね、こんな感じでストライモンのフリントの紹介でした。またね、僕のチャンネルではこんな感じでね、エフェクターだったりエフェクターボードの話をね、していきたいと思いますので、チャンネル登録をして今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日はストライモンのフリントさんの紹介でした。今日もありがとうございました。じゃあね、バイバイ。